映画、ダウントン、アビー、あらすじ、感想、名作ドラマがおなじみのキャストでついに映画化、貴族映画の傑作。財政難のダウントン、アビーを救ったのは、純粋に家族を愛したあの人。最後に栄光を手にするのは誰なのか。大人気海外ドラマを映画化した、意外性あり、愛ありの英国貴族映画です。それでは、映画、ダウントン、アビー、おネタバレなしでレビューします。映画、 ダウントン、アビー、あらすじ、ネタバレなし、最高の名誉、ダウントン、アビー屋敷が財政難の頃、ワッキンガム宮殿から、なんと王室後夫妻がダウントン、アビー屋敷に滞在するという手紙が届きます。一方、ワッキンガム宮殿では女王の次女バグショウ夫人、イメルダ、スタウントン、が女王に、ダウントンへの滞在を拒否したい。親戚である先代のグラン・サム夫人、マギー、 ススミスと確執があるというのでしたその頃屋敷では準備が進められていきますが今は泣きしびるの夫トムアレンリーチの前に謎の男チェドウッドスティーブンキャンベルムーアが現れますチェドウッドはトムに国王ご夫妻滞在について共和主義であるトムの意見を求めてきましたあくまで君主制である義理の父 グランサム卿の味方だとトムは答えますがその頃、屋敷の使用人たちは王室の使用人に仕事を奪われたり貴族の品物が次々となくなっていったりする状況に陥ってしまいますさらにボイラーも壊れて配管工が修理しに来るのですが下僕アンドリューはフィアンセである厨房のデイジーソフィー・マックシェラ 都配観光が仲が良いと勘違いしせっかく直してくれたボイラーを壊してしまいました王室ご夫妻が来る日だというのにもう開かはドタバタトムの前には再びチェドウッドが現れトムをパブに誘ってきますその中でトムはチェドウッドが軍のパレードのことで何かたんでいると察しました狙われたパレードついに国王ご夫妻が到着し昼食会が行われます食事後ダウントン アビー屋敷に住むグラン・サム卿の長女メアリータルボットミシェルドッカリーはトムが別行動をするのを見て後をつけましたそしてトムがチェドウッドと会っているのを目撃しますメアリーを見つけるとチェドウッドがどこかへ駆け出しましたその先にはパレードに向かう王がチェドウッドは遠くから銃で王を狙っていましたが住ん出のところで後から来たトムが銃を奪いますチェドウッドの計画を止めるために トムは別行動をしていたのでした。トムの行動の回もあって、無事にパレードは成功します。使用人の対決。一方、開花の使用人たちは、奪われた仕事を取り戻すための作戦を始めます。王室側の執事、ウィルソンの元には下僕を別の舞踏会へ呼び出す電話が鳴り、シェフのクールベは睡眠薬で眠らされ、挙句の果てにウィルソンは部屋に閉じ込められます。こうしてダウントンの使用人たちは、 自分たたちの仕事事を無事に取り戻しましまその頃王を救ったトムはバグショー夫人のメイドルーシータペンスミドルトンと仲を深めている最中メイドであるはずのルーシーはバグショー夫人とかなり親密なところを仙台ブランサム夫人に見られ確執がまた深まりそうとトムに話します。カオスな晩餐会の裏ついに 自分たちで王室ご夫妻をもてなすことができたダウントンの使用人たち使用人たちが楽しむ中執事トーマスロブジェームスコリアーワパブで出会った男と同性愛者が集うバータートンズへ向かいますやっと求めていた自分の居場所を見つけたトーマスでしたがバーに警官が入りその場の者全員が捕まってしまいました晩餐会では仙台ブランサム夫人がバグショー夫人に 自分の息子であるグラン・サム教に相続させたいと話をしますが相続の権限を持つバグショー夫人は自分のメイドであるルーシーに屋敷を相続するのだと言いますこのままダウントン・アビー屋敷は家族ではないただのメイドルーシーに奪われてしまうのでしょうか映画ダウントン・アビー感想ドラマの数年後を描いたストーリー映画ダウントン・アビーは ドラマの数年後が舞台となっています映画を極めたダウントーン、アビー屋敷でしたが、時代の背景とともに財政難になっていったところから物語は始まります。屋根の修理のことなどで悩むクローリー家の長女メアリー。朝食の席には元運転手の共和主義者トム、ブランソン。そこへ王室後、夫妻滞在の手紙が届きます。パレーードでの兵化暗殺計画メアリーを除き クローリーカの人間誰もがトムの共和主義を心配している中で企てられた王陛下暗殺映画を見ている観客もドキドキだったはずです使用人たちのハチャメチャな行動とキーパーソン二人の気になる関係映画ダウントンアビーを面白くさせているのが使用人たちのシーンです何かとドロドロな貴族のシーンに比べ比較的砕けていてややコミカルな使用人たちのシーンもあるのがこの作品の特徴また トムとルーシーの気になる関係も出てきましたこの関係は物語の核とも言えます幸せな時に襲いかかるシリアス展開映画ダウントンアビー飲みどころとして欠かせないのが幸せなシーンの次に来るシリアスな事件です執事トーマスは同性愛者でしたそれを認めてもらえないことも相まってやや卑屈な面のある人間また グ婦人の相続問題がここでやっと明るみに出るのですがこのシーンで語られたことがダウントンアビー屋敷の行方とトムの今後に関係してくるという点が面白いですね映画ダウントンアビーあらすじ感想まとめ映画ダウントンアビーワドロドロな相続問題コミカルな使用人のシーンなど ドラマ版の世界観を壊すことなく描いた作品でしたね作品の核となる相続問題ですが当初は誰もが予想しなかった人物が屋敷を継ぐことになったりクローリー化としては思いい通りならなら展開が続きますさらに屋敷が予想だにしていなかった人物の手に渡る可能性も出てきたので驚きました今作はドラマの後のクローリー化のお話という点でファンを納得させる展開になったと思います